はい、秋ゲームズです。バージョン 4.7 で使えるギフト交換コードを12個紹介していきます。今お見せしているのは12個のギフトコードの期限とコード番号交換内容となっています。これ以外にもあるかもしれませんが、頭4桁が同じ場合は同じコード判定になるようですのでご注意ください。コード番号を入力済みの URL を概要欄に貼っておきますので、よかったら使ってください。この後、交換コードの受け取り方2種類を説明します。まず、メニュー画面のオプションからアカウントを選びます。次に、交換コードの右にある交換するを選びます。入力画面になりますが、パソコンの場合はコードをコピーしてからペーストすれば簡単に入力できますが、他の機種の場合は1文字ずつ入れていく形になるのかなと思います。コードを入れたら交換すると、コードが合っていれば交換成功と表示されます。次は×印で閉じてからメールを開くと報酬が届いていますので、右下の受け取るを選ぶと受け取ることができます。すでに交換したことがある場合はこのコードは使用済みですっていうメールが届きます。次に概要欄に貼っておきますが、コード入力済みのサイトからやる方法を紹介します。サイトを開いたらサーバーを選ぶとログイン画面になりますので、まずログインをしてください。ログインが終わったらサーバーを選びます。ほとんどの人はアジアサーバーになると思います。サーバーを選んでニックネームに自分の名前が出たら準備 OK となります。あとは確認ボタンを押すと交換に成功しましたというふうに表示されます。サイトでの交換が終わったらゲームに戻ってメールを開くと報酬が届いていますので受け取ることができます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、ホラボも見ていただけると嬉しいです。